はい、えー、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のためにを始めてまいりたいと思います本日は、えー、2020年5月21日第9回 DNA の複製について、えー、やりたいと思います、えー、この DNA が、えー、複製、えー、同じものを2つ作っていくよ時の様子ですねで、私は講師を務めます、えー、船橋で予備校講師の朝倉と申します 私の市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉未来へ公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧ください。で本講座ではあのじっくり、えー、生物遺伝子、ウイルス、免疫、医療の内容をじっくりじっくり、えー、学んでいきますので早めにウイルス対応関係の要点だけを知りたい人はすでに発信してありますのでその3ウイルス関係3部作をどうぞご覧ください。 であの昨日までやってきた内容なんですが、えー、私たち、人などの真核生物は、外から来た指令物質、リガンドを細胞の表面のレセプターで受け止めたものを、えー、の指令がやがて核の中に入っていって、調節タンパクと貼り付くと、そこの下流の DNA の二重らせんが解かれて、その片側をメッセンジャーレーナーがコピーしていくと。 そのコピーした後にあとに、まあ、ちょっと詳しく説明してないんですけど、えー、少し短くするスプライシングという作業があった上でこのスプライシングされたメッセンジャー r NA が細胞質に出てきてリボソームとやつで翻訳されて3塩基ごとに翻訳されてアミノ酸並びになっていくという話をいたしましたそれでその転写、えっと、翻訳の素材となっている原本の DNA そしてコピーの RNA えー、設計図のコピーの RNA の、えー、基本的な仕組みは同じでこの ATGC の暗号の並びだけが生物によって違うんですねそしてその暗号をどのようなアミノ酸に対応させていくという表はこれ全生物共通でありまして人などの核を持った真核生物もそれからあの細菌などの DNA が細胞質に浮いてる原核生物も全てこの基本的な仕組みは一緒なんですね それでは、えー、仕組みが基本的なものは一緒だということをあの、えー、見ていただいた上でちょっと違いがあるのでそれを見ておきたいと思います。細菌などの天社翻訳は新あの核がある真核生物私たち人などではさっき言ったように転写、えー、RNA を作る天社は核内で翻訳は細胞室内でという場所の違いがあるんですが原核生物は核という仕切りがありませんので 転写もも翻訳も同じ場所で行われてるんですで、えー。この仕組みですけど DNA があってその DNA が解かれたところに転写、えー、対視点に RNA ポリムラーゼという RNA 合成酵素がここに貼り付くんですねで貼り付いて転写終了点を目指して進んでいきますでそうするとそれに応じてメッセンジャー RNA が、えー、こうコピーされてな出てくるんですね でその時、転写なんですけど、一、えっと、つの RNA ポリメラーゼが転写開始点から終了点に行って外れるまで待つわけじゃなくて、次の RNA ポリメラーゼがすぐに張り付いてくるんです、でその次も張り付いてきます。ということで、この図では4つ同時に平行的に転写が進んでいるような感じで書いてありますけど、実際に複数の RNA ポリメラーゼが次々に張り付いて転写を進めていきます。で転写が進めば進むほどできたメッセンジャー RNA は長くなっていくんですね。 さてその次に、えー、翻訳なんですけどリボソームというやつがタンパクに翻訳する装置なんですがこれが、えー、できたメッセンジャーレネのこっちの端から貼り付いていきますで貼り付いてきましてこういうふうに進んでいくんですでこのリボソームも、えー、とこのメッセンーネポニメラルと一緒で1つのリボソームがタンパクを完成させるまでずっと待ってるわけじゃなくて次々に次のリボソームが貼り付いてくるんですねということで翻訳がこの図では まあ20箇所でぐらいで同時並行的に行われ、えそしてえ、タンパクの鎖が、あのまあえー、出来上がった鎖ができていくという形ですね。という形で、転写、え翻訳が同時同場所で、並行的に起こっているというのが、えー、特徴です。で、えっと、電子顕微鏡では実はこのタンパクは顕微鏡上見えませんので、これ、点々って書いてありますが、 えここの実践で書いてあるところは電子顕微鏡でえこの様子が分かりますさて、真核生物と原核生物の転写翻訳の違いのえ点を説明しておくと場所は真核生物は転写と翻訳が核と細胞質で分けられてるけど原核生物は同時平行的であるでスプライシンクという,こう短くする操作は真核であるけど原核ではないそれからリボソームという装置についてですがこれは重さを示す鎮光係数ということなんですけど幻覚と真核では少し のが小さめだということですねリボゾームの粒自身がね。それから、メッセンジャー RNA は単一ポリメラーゼで、えー、とこちらは複数。まあ、これはちょっとあのあの、まあ、こういう違いがあります。さて、それでは次に、転写翻訳をスイッチオンオフさせる調節タンパクの仕組みですが、真核生物の場合には外から来た指令のもとに調節タンパクが。 DNA の上流に貼り付いてここを開きなさいというスイッチオンさせる働きをしている。幻覚生物ではどういう形かというとこれ、一例なんですがラクトースというニュートンを作らせる、えーまあ、オペロンという,こう遺伝子の1組の単位があってその最上流にメッセンジャーレインを作る、えーインヒあのー、調節遺伝子というものがありましてそれがコピーをしてメッセンジャーのンを作りそしてそれが作ったタンパクが ここのオペレーターというところに貼り付くとスイッチオフの形になります。で、一方、ここにあのラクトースを、えーまあ、作るべきだというあの状況をに相当する誘導物質が来た場合には、この鍵に相当するものをストップさせますので、ここに RNA 合成酵素が貼り付いてスイッチオンになるんですね。でこれはスイッチオンオンフを これもタンパクの一種ですけどタンパクでさせているという基本的な仕組みは一緒なんですが何が違うかというと真核生物はその都度細胞の外由来の,あの,、まあ、あの細胞のと核の外ですね核の外由来の,あの指令がその都度張り付くんですが原核生物の場合にはその指令物質がその遺伝子のすぐ上流部にあるというで一つの単位オペロンという単位になっているというところが。 あります。で、このオペロン説も非常に面白いんですが、あの本講座でのあの表現性、えー、細菌の話についての話としてはあのまあ、えー、このぐらいで大丈夫ですので、えー、これぐらいにしておきます。それでは、えー、今日は、えー、ちょっと新しい話に入っていきたいと思います。で、昨日までこの DNA の情報を コピーしてその情報の設計図をもとに特定のタンパクを作らせるという天写翻訳の仕組みを勉強してまいりましたでこの天写翻訳の仕組みはあのセントラルドグマといいましてセントラルドグマというのは中心教義ドグマというのはキリスト教の三位一体説とかの,その宗教上の教義のことを言ってるんですけどこれ生物学における一つの教義みたいなものでセントラルドグマ中心教義と言っていますでその、 この DNA メッセンジャーのタンパクの流れで遺伝子が特定の遺伝子が発現したり細胞が分化したりする流れにつながってたりするんですね例えば筋肉の細胞ではアクチンミオシンというタンパクができるそれから皮膚の細胞ではケラチンというタンパクが大量にできるそして、えっと、目の細胞ではクリスタリンというタンパクができるということで細胞の特徴が分かれていくディフェレンテーション分化といいますただもう一つ DNA には重要な働きがあって DNA はそれ自身をコピーするフルコピーするって全部コピーする必要があるんですねでこれは細胞が分裂して2つに分かれるときに必ず全 DNA をきれいにコピーするんですでそれを DNA リプレケーション、えー、DNA 複製といいましてこの今日はこ DNA 複製の仕組みを見ていきたいと思いますで私たちの体はそもそも、あのー、お母さんの卵とお,お父さんの精子が結合して受精卵になったんですね、えー、誕生日の9ヶ月前が受精日ですけど 受精のの一つ、えー、細胞でしたこれが新生児の時には3兆個の細胞になり、えー、大人になると60兆個の細胞になってるんですが、えー、っと重要なのはこの受精卵に持っていた DNA を全くコピーをして、えー、3兆個に増やしてきたんですね3兆個の細胞に分あのコピーして分けてきましたで私たちの60兆個の細胞も全て実は、えー、コピーなんですね 受精卵と全く同じものを持ってるんです。でよくクローン人間というのがあります人間と同じ自分と同じものを皮膚の細胞からコピーして作るという、まあ、よく手塚治虫さんの漫画の作品によく出てきますけどそういうクローン人間という、まあ、これは倫理的に問題だからやってはいけないというのがあるんですけどあの、まあ、で技術的にもそう簡単ではないんですが一応あの理論的にありうることです。というのは、 皮膚の細胞一つの中にも全遺伝子が入っていますのであの、まあ、クローンというのも理論的には可能ということになりますさてその,あのコピーをする時の原理ですねについて見ていきたいと思いますで DNA をコピーしていくわけですから DNA のコピーの仕方についてどういうコピーの仕方があるかということをかつて1950年代に学者が論争しておりましたで 3, 3つの説があったんですね これを原本の DNA を青で書きます、そして新しい素材を黒で書きます、その時に3つの説、保存的性というのは二重らせんをほどかずに丸ごとコピー新しい素材でコピーするというの考え方、それから反保存的性というのは DNA の二重らせんをほどいて、片側を異型にしてもう一つをコピーしていくという考え方。で分散的性というのは、 えこ,のこれをでたらめにあの分散的に複製するという考え方で、これの3つの考え方があったんですね、でその考え方を整理するために、えー、確かめるためにこう、最初の原本 DNA を少し重い窒素を使ったと、N15 という、少し中性子が1つ多い窒素を使った、新しい DNA を、えー、軽い窒素を使った、その後試験管を伸分離して、それを分離した実験をし,したんですね。でこれは もしこの説が正しいならばこれ14と15の重さそれぞれに帯が生じで第2回コ,コピーをすると14の重さの原本のやつが1本それに関してこれが3本ですからこっちが太い形になるはずだとで半保存的な場合には14.5のところにちょうど半分の重さのところに平均の重さのところになりそしてこれ14と14.5になるはずだということでこの3つの説に応じた 遠心分離の、えー、予測をした上で実験したところこれが正しかったいうことが分かった反保存的複癖、まあ、つまり DNA の二重打線をほどいて反対側をコピーするというやり方で複製していることが分かったんですねそれでえまず大腸系について、えー、原核生物についてはもそもそも DNA が輪っか状なんです感情 DNA です感情 DNA なんでそれを こういうふうに輪ゴムを2つ分けるようにほどいていってそこのとほどいたところに新しい鎖ができることで分裂が完了する、まあ、これ比較的分かりやすい分裂の仕方をするという形をとっておりますそれでは私たち人の真核生物の場合の細胞分裂の様子を確認しておきますと私たちの細胞はまずあのこういう普通の,あのまあ核の中に遺伝子が収納されている えー、DNA が収納されてる状態がありましてそれを、えー、一旦細胞分裂するときにこの角膜をなくしてそして、えー、と染色体というひも状のものにあの DNA を固めてそして2つに割って、えーまあ、完了するとそうすると細胞が2つになるで細胞が2つになったとこれ1つ1つについて起こることなんですがちょっと1つ省略してますけどこの細胞の方が えと元の細胞質の大きさに、まあ、成長するんですね、これ、細胞成長っていってます。で、そして、それと同時に、えこう次のコピーに向けたあの、えー、準備を進めます。まず G1 期、ギャップ1フェース、DNA を合成準備する時期があって、それから DNA 合成します。えー、というのはこれ、細胞分裂した、えー、終わった瞬間は、この片側の紐しかない状態ですので、まあ、この図でいうと、こういう、えー、と紐が。あの 染色体という紐が、まあ、この中に収納されているんですけど、この中に収納されている染色体をもしこう表に表現するとしたら、こんな感じになったんですね。でそれが S ーシンセティックフェイス、これが重要で合 DNA 合成菌のの時に、この DNA をそれぞれコピーするんです。こ点線はコピー中だということですね。でコピーが完了すると、ギャップ2フェイス、分裂準備期に入りまして、 こねまあ、こう実質それぞれ左右がコピーの関係ですけどコピーされたものが、えー、存在する形になってこれがまたこういうふうに出現してコピーしたものをまた2つに割ってこれをこうぐるぐる繰り返すというのが細細胞胞分裂中の細胞の特徴なんですねでこの顕微鏡で見ても紐があが現れたような時期を分裂期と言いまして顕微鏡で見ると核が真ん中に真ん中細胞の中にあって変化がないように見える時期を 分裂器に対して換気インターフェースというふうに言っております。この繰り返して細胞が増えていくんですね。さて、さっき言ったように DNA は実際は核の中ではこういうふうにヒストンという、えー、粒に巻きつられてきれいに収納されてるんです、ね。非常に長いです。非常に長い。で、非常に長いので、あのまあまあ、これを二重らせんをほどいて、これ本当は二重らせんなんですけど、二重らせんを全部ほどいて、 そして、端から端までコピーするとしたら、えー、昨日言いましたように、この染色体1本の DNA の長さは5センチなんですねで、5センチのものを端から端までコピーして、これを解いていったら、絡みつきますよね、この5センチの二重らせんを解いていったら、絡みつきます非常に長い時間がかかります、複製に。そそれでそのの生物の5センチにも及ぶ染色体を どのようにコピーしているのかという疑問があったことを確かめたんですね。そしたらこういうことだということが分かった。あの端から端までコピーしてこう二重らせんを完全に全部解ききってから、あのーまあえー、次の、えーまあ、ほ解ききってから2つにするわけじゃなくてそれぞれ途中で解くということが分かった。これレプリコンという複製単位が複数あることが分かった。で、ここにもレプリコンがあって、ここにもレプリコンがあって。これが、 解かれたやつがだんだんつながっていくとこれ,これがもうちょっと解かれてこうなりますねメガネみたいな形のものがだんだんとそれぞれ膨れていってそれが最後につなぎ合わせるってことで複製が行われてるっていうことが分かったとでそのレプリコンの単位の中を見てみると、えっと、このこれが解いた一番最初のところですねでその解くときに DNA の二重らせんを解くときに二重らせんを まあドリルのように進んでこう解いていく DNA ヘリカーゼ、ヘリックス、螺旋を解きますのでヘリカーゼという名称がついています、えー、ヘリカーゼがここ、ドリルのように進んで二重螺旋を解いているということが分かりました、そしてその解かれた鎖の片側には、DNA ポリメラーズ、DNA 合成酵素が貼り付いて、このヘリカーゼの進み方にを覆うように、新しい鎖を作っていくことが分かった、これ、リーディングさといいます。 ところが、すべ、えー、ての,ヘリあのポリメラーゼがこのヘリカーゼに突きしだがっていけば合成ができるかというと一つ大きな問題があることが分かりました。というのは昨日から言ってますように DNA のらせんをほどくときには必ず、えー、DNA の反対側の鎖は逆向きになってないといけないという原理です。えーまあ、強調しておきますとこ,のこっちの、まあ 別の向きに対して必ずもう一つの、えー、コピーをこう逆向きになってないといけないんですね。この逆平行あのというのが、えー、5タッシュ3タッシュという向きが逆だというのが DNA の2人二つの鎖を作る時の原理でありまして、そうそうこれはここれ鎖の向きがこう矢印で書いてますけど、こうこういうふうに合成すれば逆平行になってるからいいんですが。 こっち側はこういうふうに合成していくとこの向きと同じになってしまうんですね。ということでこれはどういう仕組みでやってるかということが分かんなかったときに確かめたのが日本人の広島出身の岡崎礼二という研究者なんですね。でその岡崎礼二さんは、えー、丹念に DNA の複製の様子を調べた結果、えー、こういうことだということが分かってきた。えー、DNA 二重螺旋を解けて、てこのラギングサという、どうどしても、 ヘリカーゼに従うと同じ向きになってしまう方については少しほどいてはこういうふうにやはり逆平行の向きを守って合成しているまた少しほどいてはこう合成しているでここに少しほどいてはこっちに合成するということをやって断片状に作ったものを最後に DNA リガーゼというものでつなぎ合わせているんだということで断片状にこちらの鎖では DNA が複製されているということを確かめて。 岡崎断片、岡崎フラグメントというふうに命名されるんですね。ということで、その偉大な発見を日本中の研究者がなされたということです。で岡崎礼二さんは広島出身の方で非常に有能な研究者でありましたけど、えー、45歳で亡くなってしまうんです。なぜかというと、被爆ですあの。広島の原爆で被爆されていた影響で亡くなられました。でえーまあ、結婚さされた妻の爪爪子さんが同じ 研究を引き継いでいくということになりまして、まあえー、DNA の構造の解明に若き研究者、えー、があの岡崎怜司さんがいたということをぜひ、えー、知っていただければと思います。はいえー、それでは、えー、本日のまとめですが、まあ、これなんですねあの DNA は確かに特,特定のタンパクを作らせるためにあの天写翻訳ということであるけど同時に自らの細胞の中で コピーしていくために複製というのを行う必要があるとで複製の仕方は基本的に二重らせんをほどいてこの真ん中ですね二重らせんをほどいて反対側に新しい鎖を作っていくという方法で原核生物の場合には比較的環状 DNA でほどけば反対側に鎖ができるってことが割と簡単にできるんですけど真核生物の場合には、えっと、こ,このためにあのこの岡崎断片というものを作りながらレプリコン で合成したものをつなぎ合わせて最後に長い2つの鎖ができてくるという特徴があるということですね。はい、明日はあの原核生物の話を、えー、ずっとしてきましたので、えー、明日か明後日、えー、ちょっと整理しますけど、えー、いよいよ細菌に対しての、えー、抗生物質などの働き方の仕組みについて、えー、まあその。 感染症対策としての細菌対策の話など、あるいは逆に、細菌というとその、まあ、感染症というと、そのえーっとまあ、なんていうかなあの、敵のイメージ、敵というかあの、まあ、怖いイメージがありますけど、同時に細菌のグループの中には、腸内細菌のように、私たちの体で共生して共に生きている細菌グ、グループもいますので、そこらへんの細菌の話を、えー、深めていきたいと思います。ごご聴ありがとうございました。